で、僕はそのルールを作ったり、あとは審査員で審査を教えたり、企画を作ったり仕事をしてるんだけど、この頃はね、それ以外にもう一つ役割があったんですよ。それは日本のオーガナイザーという仕事があったんですね。これ何する人かっていうと、その国のコスプレを育てる人だと思ってるから、今までね、いろんなコスプレイヤー、その日本での予選とかも俺がメインになって開催してやって、で、全員にね、まんべんなくアドバイスをしてたの。俺一組だけキープするとか嫌だったから。で、その中でね、すっごい実力がずば抜けたやつが出てきて、で、そいつらがですね、2012年に優勝を取ってくれたんですよ。これ写真なんだけど、こいつら、白鸚。で、まあ、これは俺コスプレサミットの一番いい思い出なんだけども、この2人面白くてですね、もうお互いにキャラクターに入り込んで、俺は土方だし俺は風間だしっていう考え方で、いやだってこの頃ってプラスチックないじゃないですかって、ボタンが全部貝でできたやつだったり、あとは土方の様相ってここが全部花の模様、菊だっけか、なんか模様、牡丹か、模様が入ってるんだけど、あれ全部ね、花を元にした染料で作ってたりね、すごかったのよ。まあ、こんな面白いパフォーマンスという世界が今はありますよと。で、これが、進んでいくと、もうゆくゆくというか、もうやり始めたやつは海外でも出始めてるんだけど、まあ、コスプレで映画になっていく時代っていうのが、もうそこまで来てるな。